前科がありネットで検索すると事件のこと名前等が出てくるのですが、どの分野の仕事に進むのが賢い選択でしょうか。プログラマーは難しい。結構 IT 系の人って面接するときにその名前でググるんですよ、年齢とか入れて。なので引っかかる率が高いので、それなりにその成果が上がってたり、まあスキルがある人であれば就職は可能かもしれないですけど、別にあなたを取る必要ないよねっていう状態だと、これこの人前科ある人っすよね、じゃあ弾いとくかみたいになっちゃうかもしれないので、 IT 系じゃない方が就職しやすいかもしれないんじゃないかなという気がします。